One down. Two down. Three down. ここいけないのか。Four down. ちょ、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 ちょ。皆さん、アイアンサイトっていう FPS ご存知でしょうか？まあ、知ってる人はね、うわ、めちゃくちゃ懐かしいっていう風に思うはずなんですよ。この FPS はザ・元祖コールオブデューティーライクな FPS です。このゲームはね、韓国産のゲームで2016年の12月よりアルファテスト開始ってことで、かれこれ8年ぐらいになるのかな？なんか久しぶりに、あ、そういえば、こんなゲームあったよなと思ってスチームの方さ開いてみたらね、もうさすがにサービス終了したやろと思ってたんですよ。失礼ながらごめんなさいね。無料 FPS だしね、最近いろんな無料ゲー出てるじゃないですか。だけどやっぱり無料 FPS っていうのはどうしても課金してもらわないと、ユーザーがいないとどうしてもサービスが続かないからね、いろんなゲームがサービス終了していったじゃないですか。だからアイアンサイトはもうさすがにやってないだろうなと思ったらね、めちゃくちゃ現役でしたね。でちゃんとねアップデートされてるし、ストアもあるし、バトルパスみたいなのないのかな。まあいわゆるね、一昔の無料 FPS っていう感じなんですけどね、このストアシステム。武器もね、基本的に課金していかないとあんまりいい武器が手に入らないっていうシステムで、最初だけポイントがサービスでもらえるので、一つだけ好きな武器が買えるっていう、本当に昔の FPS、 無料 FPS のねシステムだね。武器もね、 L96 とかアサルトライフ AK AN とか、まあ、いわゆる現代戦、一昔の現代戦武器は一通りある感じだね。武器の名前もそのまま使ってありますね。まあ、最近アメリカのな COD とかそういうね、そっち系のゲームは、銃乱射事件のいろんな問題がゲーム会社にせいにされるとか、まあ、その辺の大人の事情があってね、ゲーム内で実際の銃の武器の名前がさ、使えなくなってきてはいるんですけどね。まあ、この時代はまだガンガン使ってるね。じゃあ早速プレイしていきましょうかね。ランクマッチもあります。一応アジアサーバーがあったんで、まあ、韓国産だからどこが人口が多いのかな、まあ、中国も多いのかな、もしかしたらね。さあマッチングしました。チームデスマッチかな。はい、回線はよし、と昔の COD の回線表示と一緒や。マップは確かここは昔やった時もあった気がするな。ほんと変わってないね。でね、ちょっと数戦やってみたんだけどね、なんか敵がめちゃくちゃ強いのか、それとも敵が持ってる武器が強いのか、はたまた回線が悪いのか知らないが、結構難しいんだよね。なんか。で、マジで瞬どけされるんよな。まあ、モサしか残ってない可能性もあるけど。UAV リコン。あ、もうね、めちゃくちゃ BO2 ですね、本当に。作風としては。癖もあるけど、スライディングがないんだよ。ここがやっぱり今時の、FPS とはちょっと違いますね。スライディングがない。本当に昔の COD。やっぱちょっとラグいのかな、サーバー。なかなかサーバーの質はそんなにいいなって感じはしないかもしれない。ああ。で、なんか、キルストリーク溜まってる。ドローンかな？あ、これまっすぐしか行かないんか。ちょ、死んだし。は？え？あ、今自分のドローンで死んだのか。いやいやいや、描写わかりにく。昔の本当無料 FPS ってね、基本的に課金武器がめちゃくちゃ強くて、まあ、基本的に課金しないとまともに戦えないんだよね。このゲームはどうだろう。うわ、やばいやばいやばい。で、ね、体力の回復はかなり遅いよね。ほら。画面の中央の下が回復体力なんだけどさ、結構時間かかります。フラグ入れてみるか。OK。まだその中いるな。俺は、こっちからジャンプ。あ、終わっちゃった。デイリーのログイン報酬にスナイパーライフルあったんで、ちょっと使ってみますね。L96 ね。このデイリー報酬とか。懐かしいね、このシステムね。あ、味方か。あ、音いいじゃん。よし。なんだ。よし！うまい！ちょっと見えたんだけどな。いる。よし！あ、なんか結構当たり判定ガバい？もしかして、なんか。弾でかくないか？いや、そんなことない、ないですね。ちょっとリロードして。みんな、後ろ来てるんだけどな。気づいてるかな？よし！うまい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 ！なんか出たかな？まだ何も出てないか。よし！いやー！うわー！くそ待って！なんか、なんかね、
キャラコンがもどかしい。なんかカクカクするな。まあ、一昔のエンジンって感じだね、FPS の。なんか X ディファイアントとか、その COD ライクのさ、FPS やると、いつも思うんだけど、やっぱりね、なんだかんだ COD のあのエンジンっていうのは、やっぱ結構、跳ねかけてるというか、だいぶ滑らかなエンジンだなって思うよな。よし、うまい。いいよ。あれ、やっぱ強え。やっぱ課金武器が強え、これ。結構クイックショット当たるな。雑なクイック、どこだ、これ。どこ見てる、僕。こっちもキリスト出た。おお、なんだこれ。あ、これがブレードローン。ブレードドローン。あ、やっぱプレデターミサイルじゃ自分で操作する。これ COD ですね。COD やんけ。おい、COD やないか、まあまあ。これ、嘘、当たるか、今の。待ってくれ。あ、さすがに反射はやっぱあるか。でも。あ、勝ったんだ。キャプチャーザフラッグマッチングしました。ん？なんかキャプフラだけど、これキャプフラじゃなくね？なんだ？味方が占拠中？キャプフラって持って帰るルールじゃないっけ？知らないんだが、こんなの。こんなの知らないんだが。おい、ワンダウン？ツーダウン？クワットフィード、クワットフィード。いや、後ろか。いや、いや、なんかフラグがある。ん？どういうことだ？やっぱ持って帰るルールであってんのかな？死んだわ、普通に。ちょっと、普通のキャプラとはなんか違う感じはするけど、この、ハンドガンとナイフとメイン装備があるっていうのがもう古いね。後ろ来てる、後ろ来てる。ハンドガンで来たな。オッケーオッケーオッケー。見えてる、見えてる。エリア制圧。What？ なんかやっぱエリア系なんだ。いやそっちか。し、間に合うかな。これ敵のフラグね。で5番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 でドローン出していってらっしゃい。負けた。やっぱなんか敵の攻撃力がおかしい。これは武器性能の差なのか。危ねえ、ようダブルキューできたな、今の。で、体力が回復するの遅いから、ちょっと待って。オッケー、うまいうまいうまい。いけてるいけてるよ。うわー、まずい！ナイス。で、キルスト溜まりましたね。で、これ空爆だったから、室内の敵には当たらないので、一旦、保存温存しておいて。オッケー、一枚やり。オッケー。そこ。エリアなんだけど、結構行くの難しいな。あ、これ頭足行けそうじゃない？絶対そこから来ると思うんだけど。来たね、来たね。あ、危ね、ギリギリ。で、体力回復遅いので、ちょっと、顔を伏せておいて、MP5 とか拾ってみるか。やっと。嘘！レイドローン。あ、これ天井開いてる。やったのかこれ。描写がいまいち、ああ、ダブルキルしてるらしいです。わかりにくい。すげえ、エリアこれ移動しないね。ずっと中央にあるから、まあ、撃ち合いはガンガンできるな。中央に行ってもうとにかく撃ち合いまくるという。あれ、爆発するんじゃないか？大丈夫か？裏取りしようか？は？よし。いや、結構押されてんね。いや、押されすぎてるね。あ、無理か。ラウンド敗北。これで終わりか？もしかして。あ、まだあるんや。まさかの3ラウンド目。後ろ。もう一枚やり。空爆呼んでるから裏取りして。あー、ここに落としてきたか。オッケーオッケー、めっちゃ押したぞ、今。押し打ちどうやろ、そういえば。危ない危ない、死ぬ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 。オッケーオッケーオッケー。いや、裏取ってるな、敵。うまい！すごい、脳筋ルールだね、めちゃくちゃ。打ち合いはできて楽しいですね。助けてくれ。いや、今のスイッチいいね。これ敵の MP5 拾ってみようかな。
強いんじゃないのこれ。6番、6番。6番難しいな、見るの。OK。体力は回復してるから、1試合に行っちゃって、なんか爆発する、スティッキーグレネード。グレー表記あったかな今。グレードローね。めちゃくちゃ死にまくってるけど、これ呼べるんだね。あ、これダブルキルいけるわ。は？え、ゼロキルなんてことないだろ。ゼロキルは嘘でしょ。ナイス。これ、味方いっぱい乗った方がもしかしてポイント入るの。そうだ、入るね。ポイント入るね。あ、勝った。オッケーオッケー。だいぶ分かってきましたよ。センター来るよね。削った。うまいよ。で、敵の武器拾おう、これ。絶対こっちの方が強い。うまい、ダブルキル。でも多分これ、すぐこっち来てるな。めちゃくちゃ足音する。あ？なんだ？裏警戒。うわぁ、なんだ？よし。惜しい！いや、でも結構やったぞ。あとワンカバー来れば。ね、結構体力回復遅いからな。チームショットと、まあ、削ることも十分重要やね。削って敵の進行を遅らせる。よし、センター使うと一緒に。こっちから行って。で、なんだ、いえ、このボタン。ドローンね、ドローンね。星打ちで結構やれるよ。めっちゃ、え、3枚キルしてる！めっちゃ、嘘でしょ。3枚キルはありえへんやろ。あ、待って、これ6番、6番。6番見ないと押せない、僕。ドローンは当たんなかったか？でもこれ、上から行って、1枚やってから、ポイント削る。いやー、後ろ来たか。40キロしてます、今、現在。7番、7番、7番。じゃあ、普段マウス使いませんからね。まあ、とりあえずこれはエリアの方に落とした方がいいかな。OK、1枚。結構爆破の範囲すごい狭いな、これ多分。全然キルできないよ。敵が占拠中2枚。ゴールド M4? ちょ、待って、待って待って待って。待て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 。必要、敵を、タイムトゥーキルおかしかったぞ、今。明らかに向こう2、3発しか撃ってなかったような気がするけど。いや、まずいな、押されてんな。まずい、ここで決まる。ナイス、いける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 ぞ。勝った、勝った、勝った !OK、だいぶマップ覚えてきたから、結構動けると思う。これ。敵の武器なんだこれ。オッケー、リスクあった。まだいんのか、そっち。ワンダー。ツーダー。スリーダー。ここいけないのか。フォーダー。ちょ、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 ちょ。いいぞ、いいぞ。いや、体力がないな。でもそこ来てるから、フラグ置いとこう。フラグ置いといて、ちょっとエリアカバー行って。わちゃ、これリスポーン変わりそうじゃないか？大丈夫か？こっち。一旦角待ちしてみようか。いや、バレてる！よーっけ！めちゃくちゃ、51キルしてるんだけど。よし！よしよし！ダブルキル、ダブルキル。いや、でも20秒しかない。これエリア、時間延長とかないから、頑張るしかないな、乗って。いやー、結構見えてんのか。残り5秒。いける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 頑張れ頑張れ味方がちょっとキルすれば勝てる。え、これどう、え、勝ったのかよ、これ。え、待って。ゲージ、マジで、同点じゃなかった、最後。ほら、ほら、同点。なんや、なんでこんな、神試合。このゲームでこんな神試合すると思わなかったの。あ、顔はすごく韓国、中国系の FPS って感じだね。はい、ということでお疲れ様でした。ちょっと今日まだ鼻声が治ってなかったんですけど、さすがにゲームシステムアップデートされてないので、まあ、だいぶ古い FPS だけど、まあ、たまに懐かしい FPS やりたい時結構面白いかもしれないですね。また、こんな感じでいろんな FPS 今後プレイしていこうかなと思います。
お疲れ様でした。